サフラジェット、サフラジェットは19世紀末から20世紀初頭にかけて参政権、つまり選挙で投票する権利を女性にも与える、よう主張する、女性団体のメンバーだった人々を指す。イギリスではとりわけ女性政治社会連合、ウィメンズ・ソーシャル・ポリティカル・ユニオン、ベスプーのメンバーのような好戦的な人々を指すことが、多い。サフラジスト、サフラジストは、 女性参政権運動のメンバーを指すもっと一般的な単語である。サフラジェット、サフラジェットという言葉は特にエメリン・パンクハーストとクリスタ・タベル・パンクハーストに引き入られたイギリスのベスプーの活動家を指す。この二人はハンガーストライキなどロシアの抵抗運動家の手法に影響を受けていた。マンシマでは1881年に財産を持つ女性が 議会選挙で投票する権利を獲得していた一方、ニュージーランドでは1893年に21歳以上の女性が議会選挙で投票できるようになり、すべての女性に選挙権を与えた初めての自治政府を持つ国となった。南オーストラリアの女性は1895年に陽動な権利を獲得し、初めて議会に立候補する権利を得るようになった。 アメリカ合衆国では21歳以上の白人女性は1869年からワイオミング州の西部で1870年からはユタ州でも投票できるようになっていたが1903年になってもイギリスの女性には賛成権がなかった。エメリン・パンクハーストはこの頃までに効果が見込まれるのならば運動過激、戦闘的にすべきだと決意した。 このキャンペーンはだんだん器物損壊やハンガーストライキを伴う過熱なものになり、当局は中慣や強制接触によって対抗したが、1914年に第一次世界大戦が勃発したため一時休止状態となった。1918年に財産に関する特定の条件に満たした30歳以上のイギリス女性が投票権を獲得し、 1928年には21歳以上のすべての女性に賛成権が拡大された。歴史家の間ではサフラジェットの戦闘的な手法は大義の実現に効果があったのかなかったのかについて意見が分かれている。当初、イギリスのサフラジェットの多くは社会的、経済的状況に不満を抱いていた上流階級かミドルクラス出身の女性であった。 ジョン・スチュアート・ミルの女性の解放ような女性の権利を訴える著作と並んでこうした女性たちの社会における変化を求める闘争から女性参政権を求めて戦う多数の女性の集団が埋まることとなった。ミルは1865年にイギリスの有権者に対して女性参政権を政策の一つとして打ち出した。多数の男女がこの大義に賛同することとなった。 1897年に、女性参政権協会全国連盟、ナショナルユニオン・オブ・ウィメンズ・サフリッチ・ササイアティス、ニューアスが、各地の女性参政権協会をまとめて設立された。この連盟を率いていたのは、ミリセント・フォーセットであり、法にかなった、キャンペーン、リーフレットの発行、大会の組織、請願の提出などを信じて実行したが、ほとんど効果が上がらなかった。 1903年にエメリン・パンクハーストが新しい組織である女性政治社会連合、ウィメンズ・ソーシャル・ポリティカル・ユニオン、ベスプーを結成した。エメリンは効果が見込まれるのならば過激、戦闘的な運動を行おうと考えていた。サフラジェット、サフラジェットという言葉はロンドンのデイリー・メールで働いていたジャーナリスト、チャールズ・イ、e、ー・ハンズが初めて用いた単語で、 女性参政権運動の活動家、特に女性政治社会連合、ウィメンズ・ソーシャル・ポリティカル・ユニオン、ベスプーのような人を、嘲笑的に指す言葉であった。しかしながら、ハンズが馬鹿にしようとした女性たちはこの言葉を活用することにし、サフリー・ジェッツと G を固く強い音で発音して、自分たちは、投票をしたいだけではなく、それを勝ち取る、ゲットつもりだという意味を込めてこの言葉を用いた。 サフラジェットはハンガーストライキなど過激な手法を用いることがあったが、これはツアーリズム下のロシアからイングランドに亡命してきた人々から学んだものであった。この当時の多くのサフラジストは、戦闘的なサフラジェットは女性参政権の大義を傷つけていると主張しており、これ以来多数の歴史家がこのことに同意してきた。この時期に女性参政権運動に反対していた人々は、 サフラジェットの運動を見て、女性が感情的すぎて、男性のように論理的に考えられないということの証拠だと主張した。1909年から、ベスプーはパンクアスキス、パンクエースキスというボードゲームを発売し、キャンペーンに関する啓発と資金集めを行おうとした。このボードゲームは、螺旋の形になっていて、プレイヤーはサフラジェットになり、家から議会まで、 イギリス首相、ハーバート・ヘンリー・アスキスと自由党政府の反対を克服してたどり着く。マンチェスターの民族歴史博物館ではこのパンク・アスキスボードゲームがメインギャラリーに展示されており、訪れた人はレプリカをプレイできる。1912年はイギリスのサフラジェットにとっての天気となった。この年からサフラジェットたちは手すりに自分たちの体を鎖でつないだり、 郵便ポストの中身に放火したり、窓を割ったり、時には爆弾を爆発させるなどのさらに戦闘的な手法に頼るようになった。1914年にはイギリス中で少なくとも7件の教会が爆破、放火され、これには700年前に作られた即位の椅子の破壊を狙ったウェストミンスター寺院の爆破工作も含まれていたが、近くに爆弾があったにもかかわらず即位の椅子は、 軽い損傷だけですんだ。サフラジェットの一人であったエミリー・デイビソンは1913年6月4日、エプソムダービーで、国王ジョージ5世の馬であるアンマーの下敷きになって、死亡した。馬に、女性に、賛成権を、ボッツ・フォー・ウィメンのバナーを、ピンでつけようとしていたという説もあるが、これについては、議論がある。仲間のサフラジェットは、多くが習慣されたが、 政府を脅すため食事を拒否した。アスキス率いる当時の自由党政府はハンガーストライキ実行者の健康に問題が出た場合は一時釈放し健康回復とともに再終慣できることを定めた猫とネズミ法キャッツマウスアクトで対抗した。この時期の他の結出したイギリスのサフラジェットとしてはパンジャーブ地方の王女であったソフィア・ドリープシングがいるが その後70年にわたってその業績はほぼ忘れられていた。20世紀初頭から第一次世界大戦までの時期に、イギリスでは1000人ほどのサフラジェットが収監された。初期の収監理由のほとんどは治安妨害や罰金未払いなどを理由とするものであった。最初に収監されたサフラジェットは、1905年10月に逮捕されたエメリン・パンクハーストの娘。 クリスタベル・パンク・ハーストとアニー・ケニーだった。習慣されている間サフラジェットは政治犯として扱ってもらえるようロビー活動を行った。政治犯の分類になれば、サフラジェットは監獄システムにおいて第二類、第三類ではなく第一類となり、頻繁な面会許可や本、記事の執筆など他の分類の囚人に許されていない自由を得ることができたのである。 様々な裁判所の間で扱いが一定しなかったため、サフラジェットは必ずしも第一類になるとは限らず、第二類や第三類となってあまり自由を得られないこともあったのである。イギリスにおける大組織となったベスプーは、抗戦的なサフラジェットデルエメリン・パンクハーストの指揮下でロビー活動を続けていた。ベスプーは収監されたサフラジェットが政治犯として、 認められるようキャンペーンを行った。しかしながらこのキャンペーンはほとんど成功しなかった。サフラジェットが政治犯となると安易に殉教者を作り出してしまうのではないかという恐れが存在していた。また、裁判所や内務省はサフラジェットが第一類の自由をベスプーのアジェンダを推し進めるために乱用していると考えていた。このため、サフラジェットは第二類場合によっては 第三類に分類され、結果的に何も特権は認められなかった。女性参政権運動が行われている、ま、な中、目的達成のため多くの戦略が取られた。イギリス中で手紙やそれが入った郵便ポストが燃やされたり、山を注ぎ込まれたりした。クリケット場や競馬場など、不要な人々、特に男性がいる場所も、放火や破壊活動の対象になった。 ロンドン中で続いて放火が起こる中、旧ーガーデンにあるティーハウスがサフラジェットのオリビア・ワリー・トリリアン・レントンにより放火された。やはり旧ーガーデンにあるオーチャード・ハウスもサフラジェットが襲撃したのではないかと考えられてるが、確たる証拠は見つかっていない。サフラジェットは政治犯として認められる権利を拒まれ、多くが習慣中にハンガーストライキに突入した。 最初に食事を拒否した女性はマリオン・ウォレス・ダンロップであり、1909年7月に器物損壊でホロウェイ刑務所に1ヶ月週間の刑を宣告されていた高戦的なサフラジェットであった。パンクハーストのようなサフラジェットのリーダーに相談することなく、ダンロップは政治犯としての扱い拒否への抵抗として食事を拒否した。91時間のハンガーストライキの後、ダンロップが 殉教者となるのを恐れた内務大臣、ハーバート・グラッド・ストーンは健康の理由による早期釈放を決定した。ダンロップの戦略を他の習慣されたサフラジェットも採用した。政治犯としての扱いを拒否されたことに抵抗して、職を立つのはサフラジェットがよく行う戦略取り、結果的に数日で釈放されて、戦線に復帰できるようになった。 サフラジェットの囚人分類について講習からバックラッシュがあった後分類規則が修正された。1910年3月 243A 規則が内務大臣ウィンストン・チャーチルにより導入され、これにより重罪に問われていないという条件で第2類と第3類の囚人にも第1類の囚人が持つ特定の特権を付与できるということになり、これによって2年にわたる ハンガーストライキは実質的終了した。パンクハーストが第二類から第一類に移された際、自分たちの囚人分類についても再考すべきだと考えたサフラジェットたちが抵抗し、ハンガーストライキが再開した。戦闘的サフラジェットの G 行動はその後より攻撃的になり、英国政府が対策に乗り出した。刑務所で食事を拒否する。 サフラジェット全員を釈放するのは避けたいと考えた当局は1909年の秋にハンガーストライキ実施者を扱うもっと強硬な対策を採用し始めた1909年9月内務省は刑期を務め上げる前にハンガーストライキを行っているサフラジェットを釈放することを避けたいと考えた週刊中に死亡すると刑務所がその死の責任を 追わねばならなくなるため、サフラジェットは刑務所にとってお荷物な管轄対象であった。刑務所はチューブを用いてハンガーストライキ実施者に強制接触させることをはじめ、多くの場合はビチューブ、イチューブ、イ洗蒸気を使用した。強制接触はこれ以前もイギリスで行われていたが、この使用は食べ物を食べたり飲み下したりできないほど、病状の悪い入院患者に限られていた。 医療従事者により病人への適用は安全であるとされていた一方、健康なサフラジェットにとっては強制接触が健康問題となった。チューブによる強制接触のプロセスはハンガーストライキ実施者の同意なしには極めて困難であり、ハンガーストライキ実行者は通常縛られ、しばしばかなりの力で押さえつけられて、一部か微チューブで強制接触させられることとなった。 このプロセスは大きな苦痛を伴うもので、内科医による観察、研究の後、循環系、消化系、神経系への短期的ダメージと体及び、精神の健康へ、長期的ダメージの両方をサフラジェットに及ぼす可能性があると指摘された。強制接触を受けたサフラジェットの中には、チューブの位置が間違っていた結果、胸膜炎や肺炎にかかるものもいた。 1913年4月、内務省のレジナルド・マッケナは1913年健康悪化による囚人の一時釈放法、プリッツ・ザ・ナーズ・テンポラリー・ディスチャージ・法イル・ヘルス・アクト1913、通称、猫とネズミ法、キャッツ・マウス・アクトを通過させた。この法によりサフラジェットは健康状態が悪化すると一時的に釈放され、健康が回復すると、 景気終了まで収監されることになり、これにより、ハンガーストライキは法制に取り込まれた。この法により、イギリス政府は、ハンガーストライキ実施者が上により死んだり病気になったりすることから来る責任から解放され、さらに収監されていないときは、サフラジェットは、G 行動に参加できないほど病気で弱っているという、現地を取ることができるようになった。ほとんどのサフラジェットは、 釈放後に再収監された際は、ハンガーストライキを継続した。この法が導入された後、大規模や強制接触は停止され、重罪に問われていて釈放されると再犯すると、考えられる女性のみが強制接触を受けるようになった。1913年初頭、猫とネズミ法に対抗し、デスプーはボディーガードとして知られる女性の一団を作った。 この女性たちの役割は、エメリン・パンク・ハースとその他の著名なサフラジェットを、タイや暴行から守ることであった。キャサリン・ウィロビー・マーシャルや、ガートルード・ハーディングなどがメンバーとして知られている。武道家のイーディス・マーガレット・ガラットがこの女性たちの、柔術師範を務めた。ボディーガードのメンバーはリーダーを守るため、警察と戦う暴力的な闘争にも参加した。ボディーガードの起源は、 ガラットがベスプーの会合で発言したことに遡る。公衆の面前で話すサフラジェットはどんどん暴力のターゲットにされ、暴行を受けやすくなっていたため、充実を教えることは起こっている妨害者に対して、女性が身を守る方策となった。1910年11月18日のブラックフライデー事件では200名のサフラジェットが警察ら暴行されており、 こうした事件により戦闘的な女性たちは男性の暴力から身を守れるようになる必要を痛感するようになっていた。第一次世界大戦の開始によりイギリスのサフラジェット運動は女性参政権運動から一旦離れ戦争協力に力を注ぐようになったため結果的にハンガーストライキはほぼやんだ。1914年8月イギリス政府は 女性参政権運動で習慣されていた全囚人に恩赦を言い渡した。エメリン・パンクハーストがすべての戦闘的な女性参政権運動を終了させた直後の出来事であった。サフラジェットが戦争協力に焦点を移したため、世論は1918年の部分的な女性参政権導入に好意的になった。女性参政権協会全国連盟、ニューアスは、 常に法にかなった方法を採用していたが、戦争中もロビー活動を継続し、連立政府と女性参政権協会全国連盟の間に合意が形成された。2月6日、1918年国民代表法、リプレゼンテーション・オブ・ザ・ピープル・アクト1918が通過し、21歳以上の男性、これ以前にはイギリスの全男性が参政権を持っていたわけでは、 なかったと最小限の財産要件を足す30歳以上の女性の賛成権が実現した。840万人の女性が投票する権利を得た。1918年11月、1918年に女性資格議会法、パーラメント、クワリフィアケーション・オブ・ウィメン・アクト1918が通過し、女性が議会議員に選出されることが可能になった。 1928年国民代表法、リプレゼンテーション・オブ・ザ・ピープル・アクト1928によって投票権は21歳以上の全女性に広げられ、10年前にすでに男性が得ていたのと同じ条件で投票できるようになった。一般的に歴史家は1906年にパンク・ハースト母子、エメリンと娘のクリスタベル及びシルビアの下で サフラジェット運動が戦闘的になった第一段階において女性参政権運動に劇的な動員効果がもたらされたと論じている。女性は通りに出て実際に反逆を行うということに興奮をかきたてられ、これを指示した。戦闘的なベスプーと先行するニューアスの会員は重なっており、相互にサポートをしていた。しかしながらロバート・アンソールが論じているように、 広報を行うためにはメディアで高い注目を集め続る必要があった。ハンガーストライキや強制接触はこうした効果があった。しかしながらパンクハースト母子はアドバイスを一切拒否し、自らの戦略をエスカレートさせていった。体系的に自由党の会合を邪魔し、公的な建築物を破壊したり放火をしたりする物理的暴力にも頼るようになり、 これは自由党の妨害にはなっても、女性参政権についてはあまり効果を及ぼさなか、可能性もある。パンクハースと母子が第一次世界大戦会始時に、戦闘的行動をやめると決め、熱狂的に戦争協力を支持した際、運動は分裂して、リーダーの役割は終わった。女性参政権は4年後に実現したが、イギリスにおけるフェミニズム運動は、その後、 サフラジェットを有名にした戦闘的な作戦を行うことはなくなった。ボブ・ホイット・フィールドは戦闘的なキャンペーンは高い注目を集めるという点で積極的な効果をもたらし、恩恵派より良い組織化に取り組まざるを得なくなった。一方、反対派も増やしてしまい、世論をうまく味方につけることができなくなってしまったと考えている。1908年からベスプは 紫、白、緑色の組み合わせを採用していた。紫は尊厳、白は純粋さ、緑は希望を象徴する。この三色はバナー、旗、バラ飾り、バッジなどに用いられた。ハート型のマッチケースもよく持っており、新聞の漫画やハガキにも登場していた。ロンドンの宝石賞、メイピンウェイップは1908年のクリスマスに、 サフラジェットの宝飾品カタログを出している。1909年、ベスプーは、サフラジェットのリーダーである、エメリン・パンク・ハーストとルイーズ・イーズに、特注の宝飾品を送っている。この時期のアーツクラフツ運動の宝飾品には、エナメルやアメシスト、真珠、ペリドットなどの半奇跡を用いて紫、白、緑色を組み込んだものもある。しかしながらこうした宝石を組み入れた。 宝飾品は1903年になる前、19世紀末の時点で、すでに女性の宝飾品として非常によくあるものであり、ベスプーがこの色を採用する前からサフラジェットに結びけることはできない。さらに、緑、グリーン、白、ホワイト、紫、スミレ色、ビオレットという色は、GWV、つまり、ギブウィメンボッツ。 女性に選挙権王の頭文字を綴るためのものだという、まことしやか噂も広く囁ささかれている。2006年、エッジヒル大学は新しい紋章の色として緑とヘリオトロープ色、紫を発注したが、これは大学が女性のみのカレッジとして始まって以来、早くから女性の平等にコミットしてきたことを調するものである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。